法政大学の島田と言います。よろしくお願いします。今日はコンボリューショナルニューラルネットワークという、ディープラーニングの手法の、最近の研究動向みたいなのをちょっと話を、しようかなと思います。よろしくお願いします。で、スライドシェアに、スライドをアップロードしてます。 URL 短縮で、こちらでアクセスできるようになってますので、もし後ろの方見づらい方もいると思うので、スライドを通しながら見てもらえればと思います。Facebook の、イベントのページの方にも、URL 貼ってありますので、アクセスしやすい方でアクセスして見てもらえればなと思います。よろしくお願いします。あれ、これってちなみに僕って何分喋れるんですか？15分。 OK、 頑張ります。はい。で、はい、最初にじゃあ自己紹介からすると、島田大輝と言います。今、法政大学の大学院の無一ですね。研究テーマは、画像解析をして、こう講義とか授業を聞いている人の態度を推定しようっていうのを、卒論でやりました。あと今はちょっと CNN をちょっと頑張ってよくしようっていう方向で、あと他にもいろいろやってるんですが、主にそんな感じで研究を、やらせてもらってます。一応この全能アーキテクチャ若手の会っていう会の、副代表をやらせてもらっていて、会全体の運営をいろいろこうやったりしてます。はい。で、運営メンバーの方も大募集中なので、もしご興味がある方いましたら、私の方に声をかけていただければと思います。ちなみに一昨年の勉強会で発表して以来ご無沙汰なので、久しぶりなんですが、よろしくお願いします。で、今日は何を話すかと言いますと、先も言った通り CNN の、研究動向です。で、 CNN は何かというと、画像分野における深層学習手法のスタンダードになってます。で、今日は、皆さんにこう何が今 CNN でできるんだろうか、もしくはどんな方向で研究されているんだろうかというのをちょっとそろそろこう混沌としてきまして、もう月に何本というレベルでえげつない量で論文があってますので、これをちょっと整理しようと、整理しなきゃいけないと。ここ3年ぐらいのですね、研究内容を中心に整理をして、カウントしたら2の6乗ぐらいに、なってます。オーダー的にはそんなもんですよ。64本ですかね。文献を15分でスパスパやっていくというとんでもない回になってしまってますけど、ダイジェスト版でお送りしますのでご容赦ください。はい。一部 CNN じゃなくても、面白い研究所を紹介してもします。はい。URL はこのスライド前にしか映ってないので、まだの方はメモを取っておいてください。はい、いいですかね。はい。じゃあ、お題目というと、全部でこう10個ぐらいチャンネルに分けて、やっていきたいと思います。で、最初は、コンボリューショナルニューラルネットワーク自体のこうアーキテクチャが、どうやってこう移り変わっていったのかな、あと、その最適化手法の、話なんかも少しちょろっとします。ここはめっちゃ飛ばします。最初に80年代90年代で、こう畳み込みっていう局所的にこう結合をして、特徴抽出と情報集約をこう繰り返してやると、画像をうまく認識できるぞみたいなことがだろう分かってきたと。レジェンドこと福島先生とルカン先生が、80年代90年代こう草の根的に頑張っていたと。で、その後2000年代に入ってくると、いろいろこう CNN になかった従来の画像認識のアイディアとか、あとはもうちょっといろいろ単純にした方がいいよとか、学習大変なんで生息化をしましょうと、いじめましょうみたいなテクニックが、この辺で出揃って来たわけですね。で、2012年に、かの有名なアレックス・クルヘブスキーらによるアレックスネットというのが出まして、イメージネットという一般物体認識ですね、いろんな1000クラスの物体を認識するコンテストで CNN がぶっちぎったというのが話題に2012年になりました。この時発想の、CNN です。で、その後、2013年に、もうちょっとこう非線形性を導入した方がいいよねなんて話が出てきて、ネットワークインネットワークとかいうのが出てきてます。この考え方は今かなりまだ2016年現在でも多くの研究で用いられている、キーテクニックになりつつあります。で、その後2014年になると、なんかこう深くしていこうぜみたいなこう話にこうなっていくわけですね。で、深くするためのこうノウハウがこう溜まっていって、で、2010年これ両方とも11月に出てきた、同時発生に出てきた、ものなんですけども、19層のアーキテクチャ と、22層ってこっちは Google のやつですけど、とんでもないのがこう出始めて、そのためのテクニックがこうなんかわけのわからんテクニックがいろいろ出始めたっていうのが2014年。で、それとともに、CNN がすごく普及してきて、あれもやりたいこれもやりたいっていうのがこう出てくるわけですね。で、そうすると、いろんなこう、入力サイトをちょっといろいろ入れられるようにしてやろうとか、ちょっとプーリングはかっこ悪いんで全部畳み込みにすると。要は畳み込みにすると、そこにパラメーターが入る、画像を学習できるので、
サブサンプリングでこう画像をどんどんちっちゃくしていく処理も学習させてしまおうというのも出てきたりしてきました。でその後は、2014年これも同じくらいですけど、いろんな学習、単純にこの物体のクラスを学習させる、これは犬です、これは猫ですじゃなくて、そうじゃない学習手法もあってもいいよねなんていう話が、出てきたりしてます。でエグザンプラー CNN っていうのは、この一番この皆さんが左上か、左上のこの画像をいろいろ色とか形状とか変えるといろんなこう四角っぽい画像ができるわけですよね。でこれ入力されても、これ入力されても、これ入力されても、これと同じ画像ですよっていうふうに学習させてやろうというようなやり方ですね。これは、別にこれが鹿だという知識が必要ないので、実質教師なし的な学習で表現学習ができるようにしましょうなんて話ですね。でこっちのトリプルネットワークっていうのは、昔シャムネットっていうルカンが、提案したネットワークがあるんですけど、要はその同じクラスの、ものある画像を入れたときに、こっちには同じクラスの画像、例えば人の画像入れますよね。そうすると、別の人の画像をこっち入れとく。でこっちには人じゃない画像を入れとくんですね。例えばなんか猫とかライオンとか入れとくんです。入れといて、でここは両方とも全部同じネットワークなんですけど、入れたときにその CNN を通したときの特徴が、人の画像同士はなんかユークリッド距離で同じになるようにして、で人じゃない画像の場合はこれは逆に離れるように、学習させましょうかっていう、メトリックラーニングとかで距離学習のなんか概念なんかを導入してみたりなんてことが起こってきます。やばいですね、時間全然ないですねで、2015年に、パッチノーマライゼーションが去年ですね、っていうのが出てきて、もうこれは今も必須技術になりつつ、あります。なんか正規化処理ですね。でその後、12月に、152層とかいうやばいのが出てきて、みたいなもうどうしようもねえな僕らみたいな感じになってます。でみんないろいろアーキテクチャ頑張ってるんですけど、それに加えて最適化手法もみんな、頑張ってきていて、アダグラッド、アルメスプロップ、アダデルタ、アダムなんていうのが出てきて、この辺は大体チェイナーとか、センソルフローの中で使えるような、最適化手法ですね。個人的にはアダデルタが一番好きです。アダグラッド以外は概ねいいですけど、アダムだといけるときといけないときはちょっとあるので、なんか選びますね。はい、はい、で、アーキテクチャ終わりました。あと半分しかないですねやばいですね。で、特徴量の解析をしましょうなんて研究も実はあるので、何を学習してるかなんて話があって、でこうなんかこう逆の操作をこうしてあげるわけですね。 CNN に突っ込んだやつをこうひっくり返して逆のパスで、特徴をこう可視化しようなんていう試みなんかも出てきています。であとは入力画像、本来はネットワークの中の重みをこう最適化するんですけど、そうじゃなくて入力画像を最適化するように学習させると、中の特徴が可視化できると。そうするとだいぶ深い層でもなんか、概ねなんかデータが残ってると。でこっちを見てみると、なんか色に関するデータと、形状に関するデータがなんか分かれたりするよねなんてことが分かったりもしています。であとはそれに加えて、そういう中身が上がってくると、こう CNN を騙すってことができるわけですね。でこの画像、左の、列の方の画像は全部元のオリジナルの画像に対して、なんか全然見た目が変わらないんですけども、ノイズを入れてやると全部オーソリッチになってしまうと、こういうことが起こったりしてたわけです。こっちもパンダのにこうノイズを加えると、ギボンというかお猿さんに CNN は破滅してしまったりとかっていうふうに、こういうことができちゃうようなことができてきます。であとは、意味不明な画像なんだけども、もうこれは絶対ギターだよなんていうのが作れたり、なんかベースボールはやっぱボールっぽいんで、なんか分からないこともないですけども、ギターとか、あと車とか、なんか、なんだこれはっていうのも、なんか無理やり作ることが、できたりします。この進化アルゴリズムで無理やり頑張って、こっちは数値ですね、0、これ全部0に間違いです。99% ぐらいで0。で、こっちは 99% ぐらいで8っていうようなところっていうのを出せたりします。で、そういう中身のこうアーキテクチャを分析しましょうなんていうのが、行われている一方で、あとはいろいろな問題にこう適応したいっていうのはやっぱりあるわけですね。画像分類だけでなくて、物体の場所を知りたいっていうテクニックも、考える人がいて、で RCNL とか2013年出てきて、でもこれとかうまくいってますけど、こっちはなんか必要以上に犬を検知しちゃったりとかして、
まあ、こんなもんかなって感じだったので、2014年、2015か。2015の4月に、まあ、少しいろいろと、学習できる、幅を広げて、性能を上げたテクニックが、まあ、出てきました。これ2015年の4月に出たんですね。で、なるほど、なるほどと。2ヶ月後にタイトル煽りなのがまた出てきて、で、まあ、これの方がもうさらに、さっきのこっちの手法よりもまあぶっちぎったやつがこう出てきて、こう見るとかなり細かい、オブジェクトもしっかり認識してるし、一つのオブジェクトに対して複数の、さっき犬にいっぱい犬犬って言ってましたけど、一つのオブジェクトに一つのバンディングボックスしか出ないっていうような、まあ、性能のいいようなのが出始めました。で、あとは、バンディングボックスじゃなくてセグメンテーションもしたいと、いうのもあって、まあ、フリーコンボリショナルニューラルネットワークっていうのが、全結合層を畳み込みにするっていうのが出てきて、で、まあ、これが正解データなんですけど、まあ、かなり、これ従来手法ですね。まあ、かなりうまく分類できているように、見えます。バイクなんかはかなりいいですね。で、あとはまあ、なんか、まあ、同じような問題解き方で、セグネットなんていうのも、これは、去年か、去年の夏ぐらい出れます。まあ、とにかくこれは自動運転に応用したいということで、なんか高速にやれるようにしましょうとかやってます。であとは従来の条件付け確率マンの手法を、まあ、コンバインさせて、まあ、さっきの FCN よりもこうもっともっとこうしっかりもう自転車の車輪までしっかりこうセグメンテーションしようぜっていうのが出てきたりします。これはなかなか、追っかけると面白かったりします。で、あとは、これは Facebook の AI リサーチの研究なんですけども、まあ、もう少しこう、正面に映ってるだけセグメントをするのをこうバーって繰り返してあげると、もっと綺麗に複雑なのでもできるよっていうのが、出てて、あとこれ去年の物体検知コンテストで2番目の手法になってました。ですね。で、あとは、まあ、なんか、取ってくる系、なんか物を取ってくる系だと、まあ、ディープフェイスっていう Facebook の顔認識のがあって、まあ、顔を取ってきて3次元の、モデルを使って、まあ、こう正面の顔にしてあげて、それを CNN にぶち投げると、まあ、人間と同じくらいの顔認識が出るようなのが一昨年かな出てます。で、あとは、それをもっともっとこう推し進めてやって、いやこういう広いところにポツンと数字があるところを、まあ、ここに数字があると、ちょっと傾いてるから直してやるっていうような技術も今出つつあります。これはディープマインドの研究ですね。で、まあ、物体検出、ルーキー文化さんもそんな感じで、まあ、かなり、実用にレベルに近いような形で進んでいってるなっていうのが、感じます。で、あとは、まあ、画像生成の、分野が、まあ、いろいろこう話題になってるかと思うんですが、まあ、ディープドリームですね。CNN がこうなんとなく見えてるものをこうもっともっとこう強調するというのを繰り返してると、えぐい画像が出てくるよっていうのがディープドリームで、まあ、これはあんまり1層目ぐらいで途中で止めたやつなんで、まあ、かなり見れますけど、深い層を100回ぐらいやるととんでもないことになるので、まあ興味ある方はまあこの辺で見ていただく。僕のおすすめはジロー の, ディープドリームとクロワッサのディープドリームすごくおすすめなので、まあ、ぜひ興味がある方は、あと誰か白子とかやってほしいんですけど、誰かやってくれないですかね。はい。で、あとは、まあ、モーフィングなんかもできるようになってて、まあ、椅子をいっぱい、いろんな椅子を学習させてやると、まあ、なんか、こう、この椅子と、この椅子の、まあ、なんかこう、間を取ったようなスタイルのこう椅子を作ってほしいなっていうのが、まあ、こういう、まあ、色なんかも間を取るような、こうレッドからパープルにするみたいなのが、できたりもしてます。このどれがなんか機械が作ったんだろうってわかんないような、モーフィングになってるかな。で、あとは、画風変換っていうのが一時期話題になりましたね。こんなのもあったかな、とかですね。スタイル行列っていう概念を導入することによって、かなり、名画っぽくしちゃうよっていうようなのが流行りました。で、それを今年さらに進化したのが出てきて、これめちゃめちゃやばいなと思ったんですけど、A をコンテンツとして、これの画像をこれっぽく実写っぽくするっていうのとこういうふうにできると。で、こっちをこういう線、なんか白黒っぽくするとこういうふうになるようなっていうのができていて、実際これさっき前のスライドでやったのはこの真ん中のなんですけども、車とか合成させても、まあ、かなり不自然じゃないようにこううまくやっていて、まあ、なかなか確率分けのモデルは強いなというのは実感、しました。で、あとは、DCGN っていうのは、まあ、最近
を流行ってますけど、これ全部勝手に CNN が作った画像ですけども、かなり自然な画像ができていて、で中でも面白いのはその画像と画像の概念で足し算引き算ができるっていうのがすごく、面白いね。そのメガネをかけてる男の人から男のメガネをかけてる男の人のベクトルを引いてやって、でそれに女性の、ベクトルを足し込んでやるとメガネをかけている女性の画像が生成できるよっていうのができています。これはアドバーザリアルネットワークスっていうテクニックを使ってるんですけども、これもこの辺やばいですよね。もう完全に自然すぎてもう区別がつかないみたいなレベルまで今来てます。これまだ 64×64 ぐらいの画像ですけど、おそらく夏頃までには2頃×2頃ぐらいにはおそらくなるだろうというふうに僕は予想してますけど、高画質化も時間の問題でしょう。であとは、超解像ですね、この前もありました、はい、飛ばします。であとモーションブラーを除去するようなんて、まあ、こういうなんか従来のコンピュータービジョンでやってたやつがかなり CNN でもしかもよりうまくいくようなんてことが分かってきています。あとこれなんか先日 Facebook のグループに投稿があって話題になってましたけど、自動着色の、技術なんていうのも CNN でできるようになったのが今年に入ってから話題になってますね。これなんか動画とかもローマの休日でやった人とかもいるので、なんか興味があったら見てみるといいかなと思います。であとはなんか3次元のタスクにもこう拡張しましょうっていうのがこう出てきて、でディープステレオっていうのがあるんですけど、何をしてるかっていうと、まあ、ステレオ画像って分かりますか？カメラを2個つなげて、こう人間の目みたいにしてやって、で、2枚の画像から、その、本来はない視点の画像を作り出すというような技術。上が本来こう入力、本当と、写真撮った画像はこれだけなんだけども、その間のフレーム感の部分をこう、補完できるというテクニック。これめちゃめちゃ自然じゃないですか。で、シャンデリアのところなんかは結構まあ細かいからちょっとしょうがないんですけども、まあ、はっきり言って、普通に撮ったよって言われてもちょっと区別がつかないかなっていうレベルまで来てます。これは Google のテクニックですね。まあなんか美術館なんかもかなりこれは、まあ、ちょっと本当なのかなって目を疑うレベルですけども、相当頑張ってるなっていう印象ですね、はい。であとはステレオマッチングっていうテクニック、まあこれはもう従来のコンピュータービジョンです。もうそれも CNN でやった方がいいよなんてことがまあ最近分かってきました。あとは、1枚の画像から距離を推定しよう、もしくはサーフェイスって言ってその面に対する放線ベクトルの向きを推定しようなんて問題も、ぶっちぎりで CNN が強いというような状況になってきてます。であとは、まあ、映像にどんどん拡張しようっていう流れが、まあ、今ここ数年の流れになってまして、487種類もスポーツがあるのか僕は知りませんが、スポーツを分類させましょうっていうタスクも CNN がうまく頑張って解いてますと。ちなみにこれビリヤードだけで20周ぐらいありますからね。僕らがやってもトップ5で80杯いかないですからね。アメフトは6種類ぐらいあるらしいですけど、この辺ビリヤードとか間違えてますけど、なんか8ボールと9ボールかなとなんかとかって分かれてて、知るかこんなのというようなレベルのも頑張るという感じになってます。であとは、まあ、もっともっとこう人間らしいね知覚をこう実現しましょうなんて話も出てて、メムネットっていう、これは12月かな、MIT が出してましたけど、このメモラビリティっていう概念があって、どれぐらいその画像が人の記憶に残りやすいかっていう、既視感を与えるかっていう指標があります。でこれ心理実験でもうみんな人に聞くわけですよ。これこう画像を見せて覚えてるか覚えてないか聞いたりするんですね。でそれを、スコアを出して、でラメムっていう画像セットを出していって、ちなみに向こう側の方は覚えやすい画像、まあ、人の顔とか物が映ってると覚えやすい、で風景画なんかはあまり記憶に残りにくいっていうような感じになってて、でそれを CNN でまあ同じように学習させると、なんかどういうところが人にとって記憶に残る場所なのかっていうのがこう推定できるようになっているわけですね。でこれは実際にまあ人の顔とかやっぱりパーツとか物体に人間が CNN での特徴を解析すると、そういうところがメモラビリティに寄与しているよってことが、分かってきていて、これ面白いのはメモラビリティっていうのがフリッカーの閲覧数と相関があることが分かっていて、つまりそのメモ中身の CNN をうまく使ってやって画像生成の技術を組み合わせると、例えばみんながこう覚えたりとか見たくなるような画像をもしかしたら生成できるようになるかもしれない。
多分今年に僕は出るかなと予想してるんですけど、こういう技術が出てきたりします。であとはマルチモーダルに応用しましょうなんていうのがあって、キャプション生成です。今英語とかでやってますけど、向こう側は割とうまくいってて、こっち側がまあ分からなくもないけどちょっとミスってるみたいなのがなってて、まあ、Google とスタンフォードかな、違う UC バークレーかがやってて、まあ、これなんかイエロースクールバスって言っちゃってるけど、まあちょっとトリッキーな車だからしょうがないからみたいな。でこういうのも白黒写真もブラック&ホワイトフォトグラフってことが分かるわけですよね。でそういうところまで来てると。でもっともっとこう進めて画像に関する質問を答えさせようぜなんていうことをやってる人もいます。だから例えば、中国の一部で中国語なんですけど、僕の方だと、このバスの色は何色ですかいう質問を投げる、それ画像とともに。で、赤いですよっていうのを答えるというシステムになってます。結構これ難しくて、人間がやっても、どこだあ、でもね、これはそうでもないか。基準って8なんですけど、まあ、CNN でやると 64.7% ぐらいまで来てるので、割とこの辺も人間にこう来るのは時間の問題かなと。もっと難しい、人間が 50% しかクリアできないデータセットなんかもあって、でもそれでも CNN さん頑張って、19% ぐらいまで来てます。例えばこれとかも、赤い色の物体はこれ何ですかって言って、CNN はこれリモートコントロールですよと言ってるんですけど、これ何か分かりますかこれ。これ同じ解像度ですよ。皆さんフェアですからね、CNN と。これトースターなんですよ。分からないです。僕も分からないです。っていうようなレベルのデータセットを使って、まあ、20% とかっていうのを出してるので、まあ、これなんか相当すげえななって気もしてたりしてます。で、あとは、さっき画像から文生成しました。逆にじゃあ文から画像を生成しましょうなんていうのもこれ出てきます。これ CNN は関係ないですけど、RNN ベースでやってて、すみません、がっつり時間を伸ばしてるけど許してください。例えば、青空の中にストップの標識が浮かんでるっていう文章をぶち込むとこういう画像を作ってくるわけですね。青いところに、まあ、なんか赤いなんか丸がいるのはわかると。まあ、ただ、まだなかなかこう明瞭な画像にはなってないんですけど、まあ、なんか気持ちは理解できるみたいな。例えば、芝生の中にトイレと便座がオープンになってると。オープンになってるまで指定してるんですけど、だからそうすると、便座っぽいなんかこう緑色の背景の中に出てきたりなんていうのが、まあ、なんかこの辺まで来るんですね。ここは今 32×32 の画像なんですけども、まあ、多分、もう時期に、これ11月の時点ですけど、多分夏頃には多分、またもうちょっと大きいサイズでやってくるんじゃないかなっていう。これ全部 RNN でやってるので、CNN の可能性たら多分もっと性能上がるんじゃないかなと予想してます。で、あとは、単語と、画像をごちゃ混ぜに使えるようにしましょうと。要は、それぞれを単語同士で計算するとか、画像同士で計算するじゃなくて、画像と単語を全部ごちゃ混ぜにしたワードトゥーペックみたいな。をやってる人もこれいたりします。で、これ面白いのはこのボールの中に猫ちゃんがこう入ってるのからボールっていう単語をベクトルを引いてボックスっていう単語を足してやるとボックスの中に箱の中に猫が入ってる画像が出てくるんですよ。これは一番ベクトルの値が近いものを検索して出してるこれ生成してるわけではないんですけども、まあ、だからそういう画像を引っ張ってくることができると。だから Google 画像検索とか近いしたらこういう風になるかもしれないですよね。画像から画像と文字のコンビネーションで検索をかけるみたいな時代が、もうじき来るかもしれない。であとは、これは加藤さんにお任せする内容ですけども、まあ、こんな感じのはもうありましたよね。面白いのは、まあ、ブロック崩しでこう上のところに来るとこう跳ね返ってこうめっちゃ破壊できるじゃないですか。そうすると価値関数めっちゃ上がるんですよね。で理解してるんですよね、やっぱり状態を。そういうのはすごい面白いなと思う一方で、パックマンとモンテズマの復讐っていうあらかじめ自分でプランニングしなきゃいけない問題っていうのは結構全然ダメ、人間の本当に全然ダメで、まあ、そういうのはまだこれからなのかなって気もしています。あとはアルファ5なんていうのはこれ、話題になりましたね。これ昨日頑張って徹夜で論文読んだんですけど加藤さんに書きます、はい。でまあ、なんか結果だけちらっと見ると、まあ、レーティングで言うと、まあ、なんか前までのクレイジースポーンっていう最強の囲碁ソフトが、まあ、この辺だとすると、まあ今回の Google のはこれぐらいですよなんていうのが、まあ、レーティングで出てて、まあ、これちょっと今、まあ、眉唾なんじゃねえかみたいな話も出てますけど、まあでも、力関係はでも おそらくこうでだろうっていうのは大体合ってるかなと思います。で、今のチャンピオンに今50005勝して、結構ぶっちぎりで勝ってるっぽいです。僕は言うことちょっとわからないですけど。で、まあ3月にトッププロと対戦するってことで、まあすごく面白いなと思ってます。
で、ちなみに、Facebook も囲碁の、AI を作っているんですけど、Facebook と何が違うかというと、Google は CNN の2本立てで使ってるんですね。方策を決める CNN っていうのはディープ Q ラーニングネットワークと、価値を判断、今これ勝てそうか勝てなさそうかを判断するネットワーク2本立てでやってるんです。ただ Facebook 彼らは、論文を流し読みした感じだと、こっち、方策を決めるネットワークと、モンテカルロギのサーチしか使ってないような気がしていて、やっぱり Google さんはそういう一枚上手なのかななんて気がしてますね。ぜひ戦ってほしい。で、あとは、これは、これ、ケイさん見つけたんですけど、アーカイブのサブミッションが、グリーンチタイムで、3日前なんですよ。多分60時間ぐらい前の論文を、ケイさん見つけてしまって、これはやるしかねえなってことで、何をしたかっていうと、ディープマインドはですね、あたりじゃなくて、こういう 3D の一人称のゲームを解けるようにしてしまったっていう論文が出ました。60時間くらい前に。日本人の人でこれを紹介してたら僕が日本でぶっちぎりだと思うんですけど、はい。なんですけど、これ全部だから、CNN と Q ラーニングで解けて、これ操作してるんですよ。レースの方は、報酬は道路の真ん中を走るようにっていう風な報酬。にしていて、こっちはなんかリンゴを取ると報酬がもらえるみたいな風になっていて、まあなんか、あたりのゲームをクリアした時に、まあなんか一人称でできるようになるといいよね、なんて話をしてて、まあその何年先なんだろうね、なんていうのを話をしてたら、もうできちゃったみたいな感じになってて、まあ圧倒的に、次元が別次元ですね。で、しかもこれすごいのは16個の、エージェントを1台のマシンで並列で走らせて、非同期に学習させるっていうテクニックでやってます。で、あとは、じゃあ最後に、まあじゃあ、その今までない、こう、バーって、いろいろこれができる、あれができるって言ってましたけど、次は何なんだっていうと、おそらくこれだと僕は見てます。フェイフェイ・ディーさんって知ってます？スタンフォードの先生なんですけど、この方ね。まあ、CNN とか画像認識系のデータセットの母と言われている、超有名人ですが、この方の、あと新作が、去年の暮れぐらいに出まして、1万枚ぐらい。なんで、の画像のデータセットなんですけども、まあ、これ後でよく見てほしいんですけど、その全ての画像に対して、その物体の領域と、あとその画像に対する Q&A の文章列が 1.7、170万個もついてる。で、さらに驚くべきは210万個のその物体のラベルがついてると。しかもラベルの種類っていうのが7500個もあると。もう、格が違うと。で、あとは、まあ、アトリビュートも180万個ぐらい入ってる。これ今、オンゴーイングで、多分、ここまでは公開されてるかな。ここ、アトリビュートはまだ公開されてなかったと思いますけど、今まさに進行中のプロジェクトになっていて、まあ、おそらく今年、まあ、フェフェリーはこれを完成させると言ってるので、まあ、今年中に、完成をさせて、まあ、暮れぐらいにはこれを使ってないか面白い、アプリケーションがおそらく出てくるであろうと、僕は予想しています。はい。すいません、10分ぐらいお越しました。ありがとうございました。あ、はい、大丈夫です。いや、実はワードで足し算引き算ができるみたいのがあったんですけど、はいはい、あれって確かまだ動詞と名詞だけなんですよね。画像とワードですよね。そうそう、あ、そうです。基本的にはキロズの、あ、そうです。キロズのは、続報が出てなかったんで、多分2014年のが最新だと思いますけど、はい、これですよね。はそうです。動詞、まあ、見てもらえば分かるんですけど、まあ、動名詞系ですね、正確に言うと。まあ、だから実質名詞の単語とのになってます。動詞とか形容詞とかはまだらしさ、形容詞はまだできない、計算らしさが計算できないからできないですよ、ね。はい、だからこれはやりつつも、そのワードのベクターで勉強させるベクトルはほぼ決まってるから、そうなんですよ、できるみたいな、できるみたいな感じで、ただまあでもどうなんでしょう。なんか、まあ、これ出てからもう2年近く経ってくるので、まあ、彼らも多分それなりの準備をして。この人がやって、今年出してるのはスキップソートですか？スキップソートですね。中間層ですね。はい。多分中間層に多分概念が。なんか、そうですね。仕掛けをしてやろうって、まあ、多分やってるんだと思うんですけど、うん、まあ、でもこれだけでも多分驚くべき。まあ、まあ、そうです。これは見てると面白いですね。面白いですね。なんかもし興味がある話があれば、あとで懇親会の時でまたゆっくりまたお話しします。
しましょう。あと、もう一点だけ、はい、はい、パックマンで、はい、あの、パコみたいな、その論理的になんかあの予想するのが全然ダメだっていうことなんですけども、はい、もうそれは理由はなんで、まあ、パックマンに関しては多分2つ理由があって、はい、もう1つは報酬でもらえるのはちょっと時間がかかるゲームなんですあれ実は。要はピンボールとかあのブロック崩して、ブロック崩したらすぐポイントが入るのですぐ報酬がもらえるんですよ行動してから。ただパックマンとかはモンテゾンもそうですけど、その計画を立てないといけないものっていうのは行動を起こし始めてからリワードがもらえるまで時間差がちょっとあるんです。で統計的に、5分ぐらいあの行動起こしからリワードもらえるまで時間がかかると、だからそこまで先の報酬っていうのは予想できてないでしょうね。だから遠くのその報酬まで予想するようにうまく作り込めばおそらく戦略的な行動っていうのはもっと学習できると思うんですけども、まだ現状割とまだ目先の報酬しかあの考えられてないネットワークになっているので、まあ、そこいうところが苦手なのかなって。今この間囲碁で勝ったのは、はい、あれかもしれない。そうですね、あれはちょっと全然手法は違うんですよね。これはちょっとまた違いますね。はい、強化学習は入れていて、強化学習入ってます。最初はあの人間の手、まあ後で加藤さんがじっくり説明してくれますが、人間の手をあの学習をしてでその後自分と自分でやってそれを強化学習的に学習するんです。もう人から学ぶことなくなっちゃうんです。でそれを強化学習的に学習、まだここであのディープキューブが入ってあのいます。で、まあ、それをあのポリシーネットワークとバリューネットワーク両方やってあげて、だからあの従来のディープキューラーニング的に言うとポリシーネットワークだけなんですけど、まあ、それとは別にバリューを計算するようなネットワークもつけてあげて、まあ、だこれがもしかしたら間接的にかなり先 の, あのリワードを見てるってことになるかもしれないです。あ、ちなみにですけどさっきのこの一人称視点のやつの手法をあたりにあのやらせたバージョンが実はあのこのペーパーに入ってるんですけど、従来のさっき説明したこの前にニューロンニューニューネイちゃんがネイちゃんに出たやつをぶっちぎってスコアを出してるので、あのもしかしたらこれを使うことによってパックマンとかも解けるようになるかもしれない。ただちょっとまだ出たばっかりである様子に使う。他は大丈夫。じゃあ島さんありがとうございました。はい、すいません。